うしようもないの。ああ、どうしようもない。誰も悪くない。自分を責めるんじゃないぞ。待ってよ、話を、もっと話をしてよ、京介。昔みたいに。そんなことで凛をどうする。これからはお前が凛に話をしてやるんだ。だって、こんなのって、僕は京介を追ってここまで生きてきたんだ。その京介が行かないでよ。ったく、お前がいつまで俺を困らせるんだよ。そんなのいつまでもだよ。強くなったとか世界の秘密とか、そんなのどうだっていい。僕は京介が好きだから、だからずっと一緒にいたいんだよ。あのな、そんなの俺の方が嫌に決まってんだろ。だってお前ら置いていかなきゃいけないんだよ。俺だってお前たちといたよ。ずっとずっといたかったんだよ。なんでこんな理不尽なんだよ。ずっとずっとそばにいたかった。俺の方がずっとずっとお前たちのことが好きなんだよ。なのにお前たちを置いていくなんて、そんなのねえよ。なんでだよ。わけわかんねえよ。くそ。振り返るな。肛門を駆け抜けろ。お前はリンを巻き添えにしたいのか。早く行け。もう迷うな。とっとと行け。